いや、マジっすか、マジっすか、ほんまに皆さん、マジっすか、本当に。いや、野球ね、僕、長年やってきてるし、今年もジャイアンツの試合全部見てるんだけど、こんな試合ありました？本当に。いや、9回に一挙9点って、本当に奇跡ちゃうかなっていうふうに思いました。てな感じで始まりました。小山翔平ベースボールチャンネルです。今日も最後まで見えてください。よろしくお願いします。はい、今日はですね、先ほど終わりました、カープ対ジャイアンツのですね、試合解説やっていきたいなというふうに思ってます。はい、興奮が止まりませんと。はい、もう正直言うとね。こんな試合あんの？もうびっくりしました。いい意味で。いい意味でびっくりしました。本当にね。まあ今日負けちゃうやろっていうふうに、まあ思ってたんですよ。まあ皆さんも思ってたと思います。はい。なんですが、なんとね、ジャイアンツ、9回表に9点取って、大逆転をいたしました。本当に、本当に素晴らしいなというふうに思いましたけども、やはりね、まあそういった試合展開でもですね、まあポイントがありましてね、まあそういったポイントとか、ここ分岐点でしたよと。これなかったら、逆転なかったですよ、みたいなところをね、今日ね、ちょっとしっかり解説していきたいと思うんで、皆さんね、これからというか、最後までよろしくお願いします。はい、今日の動画の構成としてはですね、まず得点シーン振り返っていきましょう。気持ちいいです。はい、気持ちいいんでね、得点シーン振り返っていきます。その後に、スタメンの変更点。ちょっとこれ見ていきましょう。はい、今日、どういうスタメン挑んだんかなみたいなところを見ていきます。で、最後にですね、僕が気になったところであったりとか、ここポイントでしたよ、みたいな。ここ、逆転できた、これ、要因ですね、とかっていうところを、できるだけね、わかりやすくね、野球がわからない方にも、例えば女性とかね、子供、お子さんが見てもわかるようにね、できるだけわかりやすく、お話し、していきたいと思うんで、ぜひね、よろしくお願いします。最後までね。はい、本題に入る前にちょっと、宣伝というかね、告知をさせてください。僕、今、ただいま、チャンネル登録者数5万人。年内、2024年までにですね、5万人目指しております。500人違うからね。5万人ね。うん、5万人目指しておりまして、5万人いった暁にはですね、絶対、これも皆さんと約束します。もう僕、誓います。誓いますんで、ジャイアンツの選手、このチャンネルに呼びます。はい。その誰を呼んでほしいかみたいなところはね、アンケート取ってやっていきたいと思うんですけど、もう絶対ね、読んで対談というか、例えばシーズンの裏話とかね、なかなかやっぱ聞けないと思うんで、そういったところを、シーズンオフにね、やりたいと思うんで、本当に5万人達成したらマジでやりたいと思うんで、本当にね、まだチャンネル登録してない方いらっしゃいましたら、本当に今すぐね、チャンネル登録と高評価ボタンもよろしくお願いします。はい、そんな感じでね、本題入っていきます。じゃあまずね、はじめ得点シーン振り返っていきたいと思いますんで、僕のこの辺あたりにですね、画像を出しながらちょっと一緒にね、振り返っていきたいと思います。はい、いきます。今日はですね、9対2というところでジャイアンツが勝利いたしました。はい、非常に気持ちいいと、マジで気持ちいいと、本当に2連勝ね、うん、素晴らしい勝ち方だったんじゃないかなと思います。まあ素晴らしいというかね、まあ9回、ちょっと驚きましたけどね、はい、素晴らしかったなと思います。はい。で、振り返っていきます。まず4回裏にですね、2アウト2塁から堂林選手にね、まあ2ベース打たれちゃうと、まあこれもね、イレギュラーね、もう今日サードに魔物いました。はい、モグラいましたね、サードに。モグラがいたんで、パーン跳ねて、2塁打になっちゃうと、3塁線抜かれてね。で、6回裏にもですね、ワンアウト1、3塁から堂林選手に犠牲フライ。まあ、ここで2打点、堂林選手に、やられてるというところですね。ただ、こっからのジャイアンツが違うんですよね、今日は。9回表、ノーアウト満塁から吉川選手のデッドボール。で、ノーアウト満塁から岡本選手のレフト前。ノーアウト満塁からモンテスのファーボール。もう、ノーアウト満塁から門脇選手のライト前。ノーアウト満塁から浅野選手のセンター前。ノーアウト満塁から代打長野さんの、センター前、2アウト1、2塁から増田大輝選手のセンターオーバーのスリーベースというところで、いつまでノーアウト満塁続くんっていうところですけども、非常にね、攻撃がバーッとつなぎましてね、つながりましてね、一挙9点取ってしまうと、ジャイアンツ1イニングにこんな
9点以上取ったことって多分このシーズンでもそんなに数えるほどしかないと思うんですけど、まあ、それがここで出るというね、うん、本当に素晴らしかったんじゃないかなと思います。はい、じゃあですね、次はですね、スタメンの変更で見ていきたいんで、僕の顔あたりにですね、ちょっとね、大きな画像を出しながら、ちょっと一緒にスタメンの変更点を見ていきたいなと思います。はい、じゃあですね、まずホーム側からのーカープから見ていきたいと思います。はい、カープの前日からの変更点は、昨日野間選手がライトに入ってたんですが、今日は末金選手が6番、ライトで入っております。はい、で小園選手がですね、昨日4番だったんですけども、今日は3番に入っております。3番サードに入っております。で、昨日出ていた末金選手ですけども、末金選手先ほど言いましたように、ライトに今日入ってまして、で、昨日レフトがね、末金選手だったんで、その空いたところに堂林選手が今日ね4番に入っておりますと。で、キャッチャー相澤選手だったんですけども、今日は石原選手で、ピッチャーは、森下投手からアドゥア投手というところで、まあ広島結構ねスタメンオーダーは変えがちなんであれなんですけども、まあ、アドア投手をどうやって打ち崩していくかっていうところに、今日ね、ジャイアンツどういう風にやっていくかっていうのを楽しみにしておりました。はい、対する、ジャイアンツですけども、少しね、スタメン変更点しています。変更点がありますと。はい、昨日ですね、6番に、浅野選手が入ってたんですけども、今日は7番に浅野選手が入っております。で、昨日7番だった、門脇選手が今日は6番に入っておりまして、で小林選手、昨日キャッチャーだったんですけども、今日は、岸田選手で、菅野投手から今日はグリフィンというところで、まあ、グリフィンと、ね、岸田選手ずっと6月か7月ぐらいからずっと組んでるというのがあるので、そういったところで、まあ、今日は岸田選手だろうとは思ってましたが、まあね、まあ、下位打線は少し入れ替えましたが、まあ、1番から5番というところは昨日と変わらないというところで、まあね、いい流れで来てるんでね、しっかりね、今日アドゥア投手を攻略してほしいなというふうに思っておりました。はい、じゃあですね、こっからですね、僕が気になったところであったりとか、今日なんでこんな9点も取れたのみたいなところですね、できるだけ分かりやすく、面白いかどうか分からないけど、面白く、まあね、見れるようにね、皆さんが飽きないようにね、ちょっとね、やっていきたいと思いますんで、ぜひね、これからよろしくお願いします。はい、まず、今日ですね、アドゥア投手と、まあ、グリフィン投手の立ち上がりというところなんですが、まあ、非常に、どちらの投手も、いい感じで来てました。まあ、アドゥア投手は、まあ、ストレートという球種と、まあ、チェンジアップという球種。で、途中からスライダーという球種がね、非常に多くなってったなっていう印象があります。まあ、アドゥア投手は、まあ、結局、結果から言うと、まあ、二塁もね、踏ませずっていうところで、素晴らしいピッチングしてね、降板したんですね。で、グリフィン投手に関しても非常に、3回までパーフェクトかな ?3 回までパーフェクトっていうのがあったんで、両投手ね、めちゃくちゃ良かったんですね。うん。で、その中でですね、4回表。はい。アドア投手がね、まあ、先頭の坂本選手を空振り三振取った場面なんですけども、ここちょっと僕気になりまして、というのも、2ストライク追い込まれてから、2エンド2まで持ってって、最後スライダー、めちゃくちゃ、いいスライダー、ストライクからフィヨンってボールになるようなスライダーで空振り三振したんですね。で、このあたりからちょっとスライダーの割合多くなってきたなっていうふうに思ったんですね。で、ワンアウトから吉川選手ものセカンドゴロも菊池選手がファインプレーしたりとかしてね、ちょっとね、流れ的にね、ちょっとこれやばいかなって、グリフィンすごくいいピッチングしてくれてるんだけども、なかなかアドア投手からも打ててないんで、ちょっとそろそろ危ないんじゃないかなと思ってたんですね。で、そこで4回裏ですね、この回点を初めて、取られた、先制点を取られた回なんですが、まあ、ここでね、ワンアウトツーアウトポンポンってアウト取って、ツーアウトからこれ小園選手にライト前ヒット打たれるんですね。うん、まあこれもスライダー行って空振り、スライダー行って空振り、全然合ってなかったんですね、タイミング。で、それで最後、まあ2球空振りしてるから、バッター、そのスライダー、小園選手ね、スライダーを、マークするというか、比重が高まる、うん、頭の中でスライダー来るんちゃうかっていう比重が高まるというふうに思ってて、最後スプリットボール行ったんですね。フォークボール行ったんですね。それをうまいこともほんまにもうなんかこんな感じで打って、ライト前ヒット打つんですけど、まあ、これがチーム初ヒットで、初出塁だったと思うんですね。で、大体こういういいピッチングバーってしてて、で、例えばね、その時にヒット打たれたりとか、フォアボールし
出した時って、大体流れ変わりやすかったりするんですよ。ピッチャーのこの、なんていうんだろう、集中力が一回切れたりする時あるんですね。そういう、ずっと、ノーヒットで来てて、ヒットパンって打たれた時って、次のバッターにまたホームラン打たれたりするって結構あったりするんですね。で、そこで、この2アウト1塁で堂林選手だったんですけど、まあ4球目に、まあ、ライン・ド・ヒットというところで、まあキャッチャーの岸田選手がまあ投げ切れずというところでスチール決められると。で、ランナー2塁に行きまして、で、これね、最後スプリット、打ち取った打球ではあったんですけど、まあ今日先ほど言いましたように、3塁に潜り合いたというかね、めちゃくちゃイレギュラーしてパーンって跳ねて、まあ、あの名手坂本選手もちょっと取れずに、で、これ1点取られると。ちょっと不運なね、感じで1点取られますね。はい。で、次気になったところですね。これ5回裏なんですけど、まあ5回裏も、まあ気になったというかね、また、このサードを跳ねたんですね。これ2アウトランナーなしから石原選手のサードゴロを、まあ、サードエラーと、坂本選手のエラーという風になってるんですが、これも、ちょっとイレギュラーしてるなって、だいぶしてるなっていうところがあって、まあ2塁打になってしまうと。うん。で、ツーアウト二塁でアドア選手の時に、まあ、ワイドピッチなどありましたけども、まあ、三塁まで行かれましたけども、まあ、ショートゴロで、0点に抑えられた。これは良かったんちゃうかなと思うんですね。だから今日サードはね、ちょっとね、内野のこの、跳ね方というかね、ちょっと難しい感じはあったんちゃうかなと思うし、まあ、今年ね、松田スタジアムのちょっと守備とか見てると、結構ショートとかも、なんかこう、バウンドがパーンって変わったりとか、するのが結構ね、あったんで、そういったところで、なんか松田のサードとかショートには、なんか魔物おるんちゃうかっていうところはね、なんかモグラでもおるんちゃうかっていうところは、ちょっとね、僕自身思っておりました。はい、で、いきます。6回裏、この回、2点目、カープに2点目を取られてしまう回ですけども、あの、先頭ね、秋山選手をですね、ショートゴロに打ち取った。これ非常に良かったんですね。3-2 まで行って、ここファーボールはグリフィン出さんといてくれよと思ってたところを、ギリギリ耐えてね、ショートゴロに打ち取った。これ良かったんですね。ただ、ワンアウトから矢野選手にファーボール出してしまうと。これちょっと痛かったなと思います。で、ワンアウト一塁で、小園選手にこれライト前ヒット。もう先ほどもライト前ヒット打たれましたけども、これもね、本当にね、うまいこと打たれてるんですよ。というのも、ストレート空振り。で、ストレートでボール。で、ストレートでまた空振りしたんですよ。さっきと同じようなパターンでしょ。さっきはスライダー2球空振りして、最後、空振り2回したから、ちょっとね、バッターの比重が高まってるやろうから、違うボールで行って、で、ヒット打たれたんですね。で、この回も、このライト前ヒットも、ストレート2回空振りしてるんですよ。だから、僕がキャッチャーだったら、さっき合ってなかったスライダー行くかなと思ったんですけど、ここでもう1回ね、岸田選手はストレート行くんですね。で、それで、ライト前にね、これね、もう芸術っすわ。はい。もうこの、小園選手の右打ちというか、このライト前に持っていく技術はね、ちょっとこれ、ちょっと抜けてます。はい。12球団見ても多分トップクラスちゃうかなっていうふうに思います。はい。素晴らしいヒットだったと思います。で、これワンアウト1、3塁から堂林選手に犠牲フライですけども、まあ、これも、まあね、結局、三振とかゲッツー取りたい場面なんですよ。だから、インサイドに、まっすぐ行って、スプリット、インサイドでまっすぐ行って、スプリットっていう、まあそういった配球をしてたんですけども、少し最後のスプリットが浮いてしまって、で、レフトフライ打ち上げられて、まあ2点目取られるんですね。まあこれはちょっとね、まあ仕方ないかな。もう一個低く行ってたら、もしかしたらショートゴロゲッツーとか取れたかもしれないけども、まあやれることはやってるなっていう感じはありました。はい。で、ですね、いい守備があったんで、カープにいい守備があったんで、ちょっと紹介したいんですけども、7回表、ワンアウト一塁、モンテスという時に、まあ、サードゴロゲッツーという場面があったんですね。で、先ほども言ったように、今日、サード、坂本選手のところでめちゃくちゃバウンド変わってるんですね。めちゃくちゃバウンド変わってるじゃないですか。モグラいるんちゃうかって僕言ったと思うんですけど、小園選手ね、まあ、広島の選手ですから、まあ、ホーム球場っていうのはあるんで、まあ、なんていうかな、いつも慣れてるっていうのもあるかもしれないんですけど、まあそういったところをね、今日すごく跳ねてる、サードが跳ねてるっていうのを頭に入れてるわけなんで、このサードゴロゲッツーの時も、めちゃくちゃ前にダッシュして、前でキャッチして、そのままランニングスローしたんですね。もしかしたら、後ろでこう待って取ってたら、もしかしたらもう一回バウンドがね、変わって、イレギュラーしてたかもしれないんですけども、そこを、坂本選手の守備なんかを見て、あ、今日、ちょっと跳ねやすいなっていうのを頭に入れてたんで、だから多分ちょっと前で勝負をして、跳ねる前に取ってランニングスローでゲッツー取ったっていうところで、この判断っていうのは、やっぱ相手の守備とかも見ながらやってるんで、素晴らしい判断だったなと僕思います。
はい。で、7回裏からですね、平内投手出てきまして、平内投手が三者凡退。で、8回裏、これね、実は、これ流れ変えたんちゃうかっていうプレーありまして、というのも、これすごいプレーが3つ続いたんですね。というのも、ピッチャーね、この回から8回裏ね、泉投手上がってるんですけども、先頭のピンチヒッター、磯村選手、セカンドライナー、吉川選手、ジャンプ1番、キャッチ、ファインプレー、1個目ね。で、ワンアウトランナーなしから、秋山選手、ショートライナーだったんですね。ショートライナーもこれ、門脇選手、ジャンプして、バーン取ったんですよ。ジャンプ1番取ったんですね。これ、ファインプレー、2つ目。で、ツーアウトランナーなしから矢野選手がライトにね、いい当たり打ったんですよ。で、それで二塁で止まるかなと思ったんですけど、三塁狙ったんですね。で、そっから浅野から吉川につないで、吉川からサードに投げて坂本につないで、まあ三塁でタッチアウトというところで、この回ね、全部いい当たりされてるんだけども、全部ファインプレー、で中継プレーも含めて全部守備のいいプレーでアウト取ってるんですね。で、これね、もしかしたらこれ流れ変わるかな、でもまあ今日やったら全然出てないし、ちょっと無理かなって思ったんですね、僕の中でね。で、そこで栗林投手出てきましたと、ああ栗林かと、いいピッチャー出てきたなというふうに思うじゃないですか。なんですが今日はすごかったですよ、ここから。まあ、まとめて言うと、まあ、先頭、中山、フォアボール、丸、フォアボール、坂本、レフト前、吉川、デッドボール、岡本、レフト前、モンテス、フォアボールというところで、めちゃくちゃ荒れるんですね。はい。まず、ストレートのフォアボールで先頭出て、で、丸さんも、フォアボールというところで、2連続フォアボールなんですね。で、ノーアウト1、2塁で、まあ、坂本選手、ここもしかしたらバントすんのちゃうかなって思ったんですけど、後のね、安倍監督のインタビュー聞いてたら、もう早田と、もうお前に何も出さないから行けと、とりあえず打て、みたいな感じで、言葉をかけたらしくて、それでね、そういう信頼感であったりとか、まあ、やっぱ選手って、やっぱバントあるんちゃうかみたいな感じで思ってしまうんですよね。なんですけども、そこを不安取り除いて、で、それ結局ヒット打ってるわけですから、これ安倍監督が素晴らしいなと思います。で、このね、ノーアウト満塁からのこれ、吉川選手の押し出しのデッドボールですけど、これもね、めちゃくちゃもったいなくてね、栗林投手からしたら。ツーストライク追い込んでて、高めのまっすぐを釣り玉でね、サイン出したんですけど、その釣り玉が引っかかって、吉川選手にデッドボール当たるんですね。いや、こんなの普通で言ったら、ありえないんですよ、正直言って。高めの釣り玉で、左バッターに当てるって結構やばいんでね。だから相当多分、調子が悪かったというか、多分、調整できなかったんだと思いますね。で、僕この辺ぐらいで変えるかなと思ったんですよ。だけどもここで信頼して、まだ行くんですね。この引っかかり方はおかしいなって。高めの釣り玉で左バッターに当てるって結構やばいんで。うん。で、変えるかなと思ったんですけど、そのまま続投というところで。で、ノーアウト満塁で岡本選手とこれレフト前でこれ同点になるわけですけども、これはちょっと配球チャート見ていきたいなと思います。今言ったようにですね、ストレートの、もう全然コントロールができてないっていうところなんですね。で、それで、カーブでまず入るんですよ。カーブでストライク取って、で、フォークボールで空振り取るんですね。で、ここでもう2ストライク追い込んでるわけですよ。で、ここでもう1球フォーク行くんですよ。だから満塁だから、あんまりね、ボールカウントを先行させたら、またフォアボールっていうのがあるんで、もう3球勝負しに行くんですよ。だけども、このフォークが浮いちゃうんですよね。で、それで岡本選手ファール打つんですよ。で、ストレートで1球外しますと。で、ボールになりますと。で、ワンボールツーストライクでしょ。で、ここでもう勝負なんですよ。変にボールいったらまたフォアボール出しちゃうから、ここで勝負なんですけど、まっすぐがあんだけ引っかかってて、で、それでフォークボールも浮いててっていうなったら、もう多分曲がり球しかないわけですよ。で、ここで岡本選手がカーブをヒット打つわけですけども、これは、投手の状態とか、まあ、キャッチャーの心理を考えたら、絶対カーブか、まあ、来てもカットボールやろなっていうところはあるんで、ここはね、うまくね、狙い打ったなというふうに思いますし、本当にナイスバッティングだったなと思います。で、その後ね、ノーアウト満塁で、またモンテス、ストレートのフォアボールというところで、もう全然ね、もう本当に、コントロールが全然ついてないというところで、やはり阿部監督はね、シーズン、当初からね、言ってますけども、フォアボール出すなと、もう真ん中でいいよと言ってるのは、こういうところなんですよ。だからやっぱり、栗林投手もね、素晴らしいピッチャーですけど、やっぱり、1イニングに4つフォアボール出して、2本ヒット絡んだら、そらね、点取られるんでね。うん。だから、そういったところで、まあ、反面教師じゃないけど、まあ、巨人のピッチャーはですね、これはなし。というかね、これだけはやらんといてほしいなっていうふうに思います。
で、そっから森浦投手出てきまして、門脇ライト前、浅野センター前、岸田はショートライナーだけども、長野さんが、またセンター前っていうところで、もうめちゃくちゃ続くんですね。で、これで良かったところね、こういうイケイケどんどんというか、こういう雰囲気の時って、もう、手出してったらいいんですよ。もう振ってったら、もう勝手にヒットになるんですよね。イメージで言うと。うん。あの、感じ方で言うとね。だからこれ、門脇も初球、浅野も初球、で、岸田もアウトになったけども初球、で、長野さんも、ヒット、センター前もね、2球目っていうところで、もう、イケイケどんどんの時はもう初球からバーン行ったら、もうその流れでもうほんとヒットになったりするんですよ。なんか知らんけど、野球って不思議なんやけど、ほんまそうなんのよ。で、しげのさん、ワンアウト1、2塁で空振り三振するも、ここで、ピッチャー大道投手に変わって、で、2アウト1、2塁でまっすーが、センターのスリーベースね、これもね、普段あんま打席ないんだけども、これよく打ちましたと思います。はい。で、ツーアウト三塁で吉川選手がセンター、レフトフライ倒れるんですけども、この回一挙9点というところで、まあ、そらこんだけフォアボール出したらこんだけ点入るよっていうところは正直あるんですけども、やはりね、こんだけいいピッチャーでもこういう時があるんでね、やっぱり野球は最後までわからんっていうのは本当に、ほんまに象徴的な試合だったというかね、本当にツーアウトまでわからんというかね、ほんまにゲームセットって言われるまでわからんっていうのが、本当に体現したような今日試合だったんじゃないかなと思います。で、最後9回裏ね、横川投手がまあしっかり締めてくれて、まあ勝てたわけなんで、本当にね、ちょっとね、興奮してますと。本当に素晴らしい試合でしたし、なんて言うんだろう。本当優勝するんじゃないかなっていうふうに僕思ってますし、この試合ができるんだったらね、この試合を逆転できるんだったら、ほんま優勝ちゃうかっていうふうに思うんですけども、まだね、先ほど言ったように野球はどこまでかわからないんでね、最後、マジック1で最後勝利するまで本当にわからないので、特に今年はね、こんだけ混戦してるんで、で、阪神も上がってきてるっていうのはあるし、DNA もね、上がってきてるんで、もしかしたらね、阪神との、優勝争いになるかもしれないしね、そこはちょっとわからないですけども、最後はね、気を引き締めてジャイアンツ9ね、頑張ってもらいたいなというふうに思っております。はい、そんな感じでね、最後にもう一回言わせてください。本当に5万人、年内までに5万人ね、目指してるんでね、本当嘘じゃなくて、本当に真剣に狙ってるんで、頑張りたいというふうに思ってるんで、対談もね、したいと思ってるんで、マジでね、まだ、登録してない方いらっしゃいましたらね、本当にチャンネル登録よろしくお願いします。マジでお願いします。チャンネル登録ポチッと押して、高評価ボタンもポチッと押して、もらえたらね、もう本当にね、もっと YouTube 頑張ろうと思うし、もっとわかりやすく、みんなに野球の素晴らしさ伝えたいと、本当に頑張りたいというふうに思いますんで、ぜひこれからも小山翔平ベースボールチャンネルをよろしくお願いします。はい、そんな感じで今日は終わっておきます。いつもありがとうございます。これからもどうぞよろしくお願いします。そんな感じで今日は終わっておきます。じゃあね、バイバイ。